雲行きが怪しくなってきたな。しかもだんだんひどくなってる。嵐に大地の腐食に藻が蔓延する川や湖、全部お前が直すのか。ああ、でもバックアップがないと直せない。なかなか思うようにデータセンターに近づけないな。右手にある大きな建物を突き切ってみよう。ここを登らないとダメか。無事か？ああ、こっちからはいけないな。そっちから来たんじゃなかったか？ほら、はしごを下ろしてやるよ。ありがとう。前のものだし。ここは会議室か何かか。向こうの扉は。アンズ。ゼロドーン、テラフォーミングシステム。エリザベト・ソベック博士の発明。システムの中枢であるガイアは9つの副次機能を備え、非常に高度なテラフォーミングを実行できる。手に入れれば我々の大きな力となる。計画フェーズ1、プロジェクトゼロドーン内へのスパイの潜入、ステータス完了。フェーズ2、スパイが秘密裏にガイアと副次機能の完全コピーをこの施設にあるデータセンターへと送信する。うまくいけばゼロドーンのスタッフに気づかれることなく送信できるはず。リスク、この計画が明るみに出ればゼロドーンがすでに承諾済みのアポロデータベースを渡さない可能性がある。ハデスプロトコルの責任者でありスーパーハッカーであるトラビス・テイトに決して知られないように。さらにエリザベト・ソベック博士本人にも最新の注意を払わねばならないだろう。世界随一の技術者である彼女なら不測の事態に備えて対策を打っていてもおかしくない。評価資料を添付した。以上をもってエグゼクティブサマリーとする。エリザベトはここにバックアップを送ってはいなかったのか。ファーゼニスがガイアを奪った。アロイ、あの女お前そっくりだぞ。ああ、慌てるな。似てるのには訳がある。全く同じなんだ、遺伝学的に。でも古のものなんだろ。そんなのありえない。それは私が生まれたというより機械によって作られたから。だから母親もいないし、みんなに異端児と呼ばれてた。どういうことだ。人間を作る機械があるってのか。バックアップは手引きだってさっきそう言っただろう。それだけじゃない。ガイアって名の存在で随分長いこと世界を守ってくれていたんだ。でも自己破壊した。だから私が復活させる。私にしかできないんだ。そしてここが最後の希望。お前、母なる山で女神と話をしたって言ってたよな。それがこのガイアか。そう、でもガイアは女神なんかじゃないんだ。女神はいない。女神はいない？お前に聖なる任務を課した張本人なんだろ。時間をかけて得た答えだ。お前にもそのうちわかる。でも今はデータセンターに奪われたガイアのコピーが保管されているって分かっただろう。だからそこに向かおう。
いいな。アロエ、来いよ。ちょっといいものを見つけたぞ。武器か。ありがとう。先に進もう。ついてくぜ。こっちだ。もう少しで出口みたいだな。そりゃいい。で、そのバックアップが最後の希望なのか。ああ、ここ数ヶ月いろんな場所を訪れた。他にもバックアップがあったのに、千年前テッド・ファロという男が全て消したんだ。そいつもファーゼニスの一員か。いや、それ以下だ。機械が巡回してる。フォーカスでタグ付けすれば追跡できる。
械が壁を突き破ったのか。上を見ろ、はしごがある。としてはお前を追う俺の決意を理解してたな。母親としては不満顔だったよ。いつものことだろ、そんなの笑顔は見たことがない。俺もだ。オセラも皆殺しにする機械だ。データセンターに行くのは無理そうだな。やり過ごせそうもないし、戦うのも得策じゃない。村を探してカリウドの手を借りるか。何週間もかかる、そんな暇はない。あのシャトルを落とせば何とかなるかも。落とす？どうやって？何とかする、待っててくれ。アロイ任せろ。ったく、行っちまった。とにかくシャトルは目指…あの鉄塔に行ければ、なんとかシャトルにたどり着けるはず。あのはしごを使って登ろう。登れば届きそうだな。
失敗だ。もう一度やるか。セラムを殺した3体の巨大な機械がサンをそこら中に撒き散らしているのか。ジャンプできる距離じゃないな。けどケーブルが繋がってる。これを使っては。ここは今にも崩れそうだ。大きな留め具でシャトルを固定しているみたいだ。どこか近くに操作用の端末があるはず。留め具を取り外せばシャトルは窪地に真っ逆さま。ったく、また機械のお出ましか。
松が近くにあるはずだ。よし、下にいる機械どもを潰してやろう。登ってどうにかケーブルを外さないと。さてどうやって上に上がろう。試しにフォーカスでスキャンしてみるか。